ここから白ひげは今回のポイントでもある動きのあるポーズにどのようにして変化させていくのでしょうか。一度ポーズを決めると後に修正が難しいため、慎重にしかし手際よく作業する白ひげ。銅線で作った関節を折り曲げ、直立不動だった原型に表情が加わります。ポーズをつける上でのポイントは、この平面のものから実際の 3D の立体に起こすんですけど、その際気をつける点として、この絵の重心はどこにあるのかっていうのと、あとは関節で動く方向はある程度決まっているので、その関節に無理がないかっていうところ、その2点を気をつけますね。重心と関節を意識し、滑らかで動きのあるポージングが完成しました。ポーズが決まったら関節にポリパテを盛ります。硬化剤と一緒に混ぜるのは瞬間接着剤。そこにはどんな理由があるのでしょうか。パテを早く固めるっていうのと、あと食いつきを良くするために入れてます。銅線にパテを盛ります。さらに大まかな体のラインを出すため、パテで肉付けしていきます。微妙なライン出しのところは、パテ指使って折ります。ヘラとかでもいいんですけど、指が一番使いやすいんです。女性ならではの肉付き、そして繊細なボディラインを出します。顔の左右対称を意識して削ります。フェイスラインができました。続いて胸に肉付けします。位置や大きさに気を配りながらパテを盛ります。ポーズでは左腕に胸が押されているため、左右の胸の形状に注意します。盛っては削る、この作業を繰り返し胸のラインが形成されます。大まかな肉付け作業が完了。ペーパーで表面を削り滑らかにしていきます。体の線を意識しながら丁寧かつ大胆に、指先に神経を注ぎます。スポンジヤスリで綺麗な曲面を出します。このフィギュアはパーツを組み立てるガレージキットになるため、一旦体を切り離していきます。分割する箇所が決まったら、
リューターで切断。慎重に切り離します。分割が完了。ここからさらに細かな工程に入ります。じゃあ、顔の表情をつけていきます。はい、この顔のバランス、はい、で表情はこちらの感じでいこうかな。ちょっと強気な感じと、あとはなんかいたずらっぽい感じみたいな、こんな感じがこの絵からは感じられるので、それを目指していこうかと思います。強気でいたずらっぽい顔、よりそのイメージに近い表情を形作るため、平面のデザイン画を頭の中で3次元に変換してラインを書き込みます。下絵ができたら削っていきます。わずかな違和感が表情のニュアンスを大きく変えるため、刃先に全神経を集中させます。徐々に強気でいたずらっぽい表情が形を成していきます。あと髪の毛つけながら様子を見ていく感じですね。髪の毛をつけて表情とのバランスを見ます。ここで白ひげならではの技、マスキングテープをまだ固まっていないパテに直接貼り付けてしまうのです。つけて、そしてテープにもパテが盛られていきます。テープふにゃふにゃしててやりづらくないですか？そうですね、まあとりあえずは全然ラフなので適当でいい。これで固まるまで待ちます。今回の造形のポイントとして、隙間をちょっと強調したいと思います。隙間の強調とは、髪の毛と顔の間に隙間を作ることによって立体感を持たせるのだといいます。生え際は、まあ、当然髪の毛が生え始めるところなので、くっついてないと、ここだけはくっついてないとカツラみたいになっちゃうので、ただ隙間を作ればいいんじゃなくて、隙間の空いてるところと隙間のないところっていうのを考えながら、バランス見ながら削っていくって感じですね。手を入れるところと入れないところを意識してメリハリをつけます。髪の毛と顔の間に隙間が生まれ、立体感が増しました。髪がふんわり自然に見えます。さらに髪の毛の形と動きをつけていきます。